つ喜んでくれるかな。ん？俺は。おい、アキト！おい、おい！も、見た？お前、帰ったんじゃなかったのか？こんなところで何したんだよ。弟のクリスマスプレゼントを頼んでたんだよ。ずっと欲しがっててさ。って、その汗、まさか今までずっとトレーニングしてたのか？ああ、一秒でも無駄にしたくねえからな。アキト、お前本当に昔から変わらねえな。打ち上げ終わった後なんだし、今日は休んでもいいんじゃねえか？関係ねえよ。ラッドウィーケンドを超えるためにはこれでもまだ足りねえからな。それにクロールグリーンでやるんだろう。もし本当にあそこでやるんなら最高のパフォーマンスをする必要がある。そのためには体力も必要だ。できることはやらねえと。お、そうだよな。あのラダーがデビューした箱でやれるかもしれねえんだよな。なあアキト、俺も一緒にやらせてくれ。お前も？ああ、あそこでやるなら俺も本気出さねえとな。まあ好きにしろよ。もう走れねえ。そろそろ休憩にするか。いい、アキト。いや、俺もだいたいこの辺りで休憩するんだよ。ほら水、まだ開けてねえからやる。あ、いいのか？助かる。生き返ったにしても、アキト、お前あんなに走ってよく疲れてないな。ま、毎日やってるからな。うわ、信じらんねえ。やっぱりもうやめようかな。寒いし。あれ？そこにいるのって、かなでとほなみちゃん？えな。二人とも、こんなところで何してるの？私たちはちょっと買い物に出てて。それより、えなは何してるの？ランニング？ああ、その、言えない。そんなにダラダラ食べてたら正月太りするってアキトに言われたから気になって走ってたなんて。昨日ショッピングモールでショーを見たでしょ？フェニランの人たちがやってるやつ。あれ見てなんだかちょっと体を動かしたい気持ちになって。あは